次に佐野和江議員に質問を許します。佐野和江議員。私は公示会の一員として先に通告しておきました事項につきまして順次質問をいたします。はじめに防災体制についてお伺いをします。地域防災計画の目的は市民の生命や財産を守ることであり、その目的達成のため計画が策定されています。今市においては東日本大震災を踏まえ教訓になったことや国県の計画見直しと合わせ整合性を図りながらの見直しが進められています。地域防災計画はさまざまな災害を想定しての防災の在り方など今後の防災計画にどう盛り込むのかが大きな課題だと思われます。本市の災害は大地震だけではなくゲリラ豪雨による溢水や大雨による土砂崩れ、また河川の氾濫、ダムの決壊、合わせて豪雪による被害など会津地域における災害は1年を通して想定されます。また地域防災計画は市民の生命と財産、そして安全を守るための施策として大変重要なものです。その計画が市民にとってどのように生かされるのか、また自助、共助、公助の役割をどのように生かすことができるのかも重要と考えます。それには情報の共有化を図れる体制が必要と考えます。このことから今回見直しとなる地域防災計画がどのように変わるのか、計画の方向性についてお尋ねいたします。今回見直しとなる地域防災計画について 3.11 の災害における教訓からどのようなことが追加されるのでしょうか。また策定にあたっての進捗状況についてお伺いをいたします。あわせて市民にはどのような手法で示すのかお示しください。次に地域防災計画のあり方では自助、共助、公助のあり方を明確化する必要があると考えます。自助、共助について地域への指導をどのような手法を取るのかお示しください。次に災害発生時の応急体制整備についてお伺いします。災害が起きたときどこへどのようにして避難をするのか、また災害情報や救護を求める声をどこに知らせたらよいのか市民は分かりません。各地区の避難場所、避難所、避難ルート、どこに何の備品、資機材があるのかなど市民に分かりやすい情報提供が必要であり、その情報の共有を市民も望んでいます。安心の備えのため分かりやすい、確認できる情報提供が必要と考えます。そこでお伺いします。災害発生時における地域の各避難場所が分かるマップを作成し市民に配布すべきと考えますが、見解をお示しください。各避難場所における災害対策用の資機材、備品等の備蓄品リストを作成し、どこに何があるのか一目で分かるようにしておくとともに、各行政区にも提示し、情報の共有化を図るべきと考えますが、見解をお伺いいたします。防災について市民への周知のあり方が重要であり、自助の意識の向上につながる取り組みが必要と考えます。その取り組みを今後どう図るのか見解をお示しください。地区町内の共助力を向上させるための取り組みが必要であると考えます。市の支援および指導はどう図るのか見解をお伺いします。町内における消防組織を活用し中心市街地での有事の際の迅速な対応を図れる体制を整えるべきと考えますが、見解をお伺いいたします。次に、より実践的な市総合防災訓練についてお尋ねします。
毎年の防災訓練は防災の日に近い日程で行われ、時間や地区を限定し実施されています。関係機関との関連、連携、体制の確認等の取り組みには大変素晴らしいものと考えます。でも災害はいつ何時発生するか想定ができません。したがいまして、さまざまな季節や時間帯における防災訓練が必要ではないでしょうか。さまざまな時期、時間を想定しての訓練において何が必要なのかが見えてくるものがあるのではないかと考えます。以前に会派で岐阜県の関市に行き、夜の防災訓練を市全体で行っている取り組みについて視察をしてきました。関市ではよりにおいての訓練を実施すれば、家族揃って防災訓練に参加できること、また親子で防災について話し合うことで確認できるものや必要となるものがなどが分かり、数多くの利点があるとしております。市民全体で防災訓練に取り組むことで、防災の意識、自助・共助についての意識の向上につながる取り組みにしておりました。さまざまな季節・時間帯の防災訓練の取り組みでは、関連機関への負担は大きいものがあると思いますが、だからこそ災害時の対応を確認する上でも大変有効ではないかと考えます。そのような視点から今後の訓練の在り方について一点お聞きします。災害想定の避難訓練は、多様な状況下や時間帯などにおける訓練実施が必要であると考えます。そのため夜間、冬季等における訓練が必要と考えますが、今後の防災訓練の在り方についての見解をお示しください。次に消防団活動の充実についてお伺いします。消防団員の確保や活動の支援をするには、消防活動を市民に見えやすく分かりやすくすることだと考えます。日頃の訓練の成果やその取り組みが市民の生命と財産、そして予防消防とその安全を守っているということだと、ということを市民に示すことが後継者を育てるのではないかと考えます。また視察に行きました関市では、消防団員の確保のため消防団サポートプロジェクトを立ち上げ、地元商店街との連携を図り、ポイント増や料金割引等の特典をつける取り組みを実施しています。団員本人はもとより、日頃から消防活動に理解をし活動を支えてくれている家族へのサポートの支援としても、この優遇制度を行っています。本心におきましても、やはり団員確保には団員本人、その活動を支えている家族へも同じように優遇制度の支援があることで、団員としてさらなるやりがいにつながるのではないでしょうか。消防団員へのサポートを充実してほしいと考えます。また関市では、有事の際の活動支援、消防の広報支援として防災バスを設置しています。本市におきましても、防災バスの設置によって消防の広報支援を図り、消防活動がより安全に行っていくことにつながってほしいと考えます。そこでお伺いしますが、消防活動では市民の生命と財産を守るために仕事を持ちながら日々訓練に取り組んでいます。その取り組みの成果として行っています出初め式、春秋の検閲、夏の消防総合大会などについて、市民に見せる取り組みにしてはどうでしょうか。市民に周知することが消防団員の士気をさらに高め、今後につながる取り組みになるのではないかと考えます。見解をお伺いします。次に、消防団の取り組みは昼夜を問わない活動です。地域地区を守っている消防団の団員については、若者がいない地域もあり、団員の後継者不足もあります。団員確保の一つの手段として、先ほど申しました団員への優遇策として
商店街等との連携をし、消防団員とその家族への優遇のポイントとしてはどうでしょうか。商店街の利用により活性につなげる取り組みをし、この優遇制度を持つことで消防団員の確保につなげる考えについて見解をお示しください。次に、陶器における出荷は深夜が多く、鎮火後は地元消防団が朝までとどまり警戒することが通常でありますが、雨や雪の中、トイレ、仮眠などが不便で過酷な状況下の中勤めなければなりません。このような状況からの対策に防災バスを設置してはどうでしょうか。有事の際にはさまざまな活用ができ、また平常時には市民の防災意識の向上に活用できるのではないかと考えます。見解をお伺いします。2つ目の大項目、子育て支援事業についてお伺いします。保育サービスの充実をしていくには、乳幼児、0歳児からの受け入れの充実を図り、親が安心して働けること、その環境を整えることと考えます。産後休暇が終わり、育児休暇を取り、その休暇が終了しても子どもは1歳になりません。現在市では、平成25年4月からの入園を1歳からを可能とする方向で検討されていると聞いておりますが、それでも1歳未満の子は認定こども園に預けられない状況が生まれます。親は働くためには希望する認定こども園を諦めざるを得なく、違う場所への預かりとなっています。0歳児受け入れができない保育所の現状は、兄弟姉妹分離の保育となっているため、保護者の負担も大きくなっており、希望に沿っていない保育事情となっております。子育て支援として市として改善を図る手法を取るべきと考えます。そこでお伺いしますが、認定こども園では0歳児の受け入れができませんが、受け入れできない要因は何かお示しください。またその解消のために市ができる支援は何か、見解をお伺いします。育児休業が終了した段階でも1歳に満たないため、認定こども園には預けることができません。働くためには違う保育所への預かりとなり、親は同じところの保育を希望してもかなわない現状があります。市はこの課題解消のため、人的配置などにかかる財政的支援を図るべきと考えますが、見解をお示しください。次に、子どもの予防接種の支援拡大についてお伺いします。おたふく風邪と水疱瘡のワクチン接種は任意の接種となっています。このワクチン接種について、自費負担が大変であると子どもを持つ親からの声があります。おたふく風邪の感染は乳幼児に多く、合併症として髄膜炎が起こりやすいとされています。ワクチン接種をすることで、おたふく風邪の症状を軽くし、合併症も防ぐことができます。また髄膜炎の発症は1歳から3歳に 90% と集中して発症していますが、ワクチン接種によって全員が完治しているという報告もあります。自然感染で重い症状や後遺症で苦しむよりは、ワクチン接種をし予防する方が安全であると考えます。また水疱瘡は感染力が強いにもかかわらず、ワクチンの接種を受ける子どもが少ないために大変流行しています。この水疱瘡の発症は5歳までの幼児に大半がかかると言われ、多くは発熱や発疹が見られ、皮膚に細菌感染症が起き、脳炎などの深刻な合併症ではまれに死亡することもあると言われています。また水疱瘡のワクチンの効果は約 70% から 90% と考えられており、逆に言えば 10% から 30% は注射をしても水疱瘡にかかる可能性があります。ですが、
ワクチン接種をしておきますと、たとえ発症しても多くの場合、接種しないで自然感染するよりは軽く済み、水疱瘡の跡も残りにくくなります。したがいまして、子どもの時に接種をすることが有効であるワクチン接種は、接種しやすい環境を整えておくことが、その接種率も上がり、子育て支援につながると考えます。そこでお伺いしますが、子どものワクチン接種の支援拡大が図られている中で、任意接種となっているおたふく、水疱瘡のワクチン接種は自費負担です。子どもの時に接種をすることが有効であるワクチン接種は、市の補助対象にすべきと考えますが、見解をお示しください。以上で壇上からの質問を終わります。市長、佐野和恵議員のご質問にお答えをいたします。はじめに地域防災計画の見直しにあたっての追加事項についてであります。地域防災計画の見直しにあたっては東日本大震災での経験を踏まえ、計画を実効性のあるものとするため、現行の計画本編と資料編に加え、実際の行動に結びつくよう新たに各種運用マニュアル、災害時シミュレーションについても整備する予定であります。さらには、地域別の防災力を診断する地区別防災カルテや、広域的な避難者の受け入れ体制についても計画に加えてまいりたいと考えております。また、進捗状況についてでありますが、地域防災計画は、国や県の防災計画との整合性を図りながら、平成25年度中に見直す考えであり、現在、前回改定以降の修正や、国や県の見直し内容を踏まえた計画の骨子作りを進めているところであります。さらに、市民の皆様へのアンケート調査やワークショップの開催を通して、ご意見をいただくとともに、計画案について、パブリックコメントを実施し、広くご意見を伺ってまいりたいと考えております。次に、地域への指導の手法についてであります。災害時の被害を最小限のものとするためには、市民の自助、地域の共助が高まり、市や関係機関と十分な連携が図られる体制が必要であります。このことから、市政ダイアリやホームページなどを通して、災害時の役割や防災の備えを広く周知するとともに、地域の防災マニュアルについて、市民の皆様との共同で作成してまいりたいと考えております。次に、避難場所マップの配布についてであります。避難場所は防災の備えとして、市民や来訪される方々がその場所を確認できている必要があり、マップによる視覚化は有効な手法と考えております。そのため、現在開発中の地理情報システムにおいて、避難所や避難場所をはじめとする防災拠点施設を視覚的にホームページ上で公開する予定であり、観光マップと合わせた避難場所マップの作成についても検討してまいりたいと考えております。次に、備蓄品情報の共有化についてであります。備蓄につきましては、地域防災計画の見直しに合わせ、避難所や防災倉庫に必要な水準を検討し、計画的な備蓄を進めたいと考えており、その情報についても、市民との共有化が図られるよう努めてまいりたいと考えております。次に、自助の意識向上についてであります。自助の意識は、災害の備えの原点であり、意識向上により、災害被害を最小限にするものであります。このことから、必要な備蓄品の周知や、家庭の災害時の危険度を確認できる、家庭防災カルテの配布による周知、啓発を検討しているところであります。次に、
共助力の向上についてであります。地域住民間の意識や情報等の共有化を図ることが共助力の向上には不可欠であると考えており、例えば地域での出前講座においてハグと呼ばれる地域避難所運営のシミュレーションを行ったり、地域で災害時要援護者の支援に関する検討を行うことなどを通じて共助の体制づくりに努めてまいりたいと考えております。次に町内消防組織の災害時の活用についてであります。町内消防組織につきましては市の施設に火災等が起きた場合の初期消火等を目的としているものであります。災害時には市も地域の一員として協力することも必要と考えておりますが、地域防災計画において職員は指揮、連絡、調整、周知等の役割を担うこととなることから、災害現場の対応につきましては基本的に消防署、消防団、警察等に担っていただく必要があると考えております。次に今後の総合防災訓練のあり方についてであります。さまざまな災害に備えるため多様な状況下での訓練が必要であると認識しており、関係機関との協議を通して来年度の実施内容を検討してまいりたいと考えております。次に消防団活動の周知についてであります。消防団活動につきましては市政ダイリーへの掲載や子どもたちへのチラシ配布等による周知、安全安心フェアにおける消防車等の展示、乗車体験など活動への理解を深める取り組みに努めております。またより多くの皆様に検閲等を見ていただくなど消防団活動を知る機会を増やすことは団員確保の課題等の解消に資するものと考えておりますので、今後周知の方法などについても消防団と具体的に協議してまいりたいと考えております。次にポイント制等の優遇制度についてであります。現在消防協力会や地域から消防団員への支援をいただいておりますが、商店街との協力によるポイント制度は地域活性化につながるものと考えられることから、今後研究を行ってまいりたいと考えております。次に防災バスの設置についてであります。消防団の火災鎮火後の夜間警戒活動は年間数件程度であります。その場合は地域の協力により町内会館や集会所などを提供していただいているところであります。従いまして防災バスは消防団の活動や市民防災意識の向上に資するものと認識しておりますが、専用バスの導入には運転手の確保や保管スペース、日常の維持管理等の課題も多くあるものと考えております。なおその他のご質問については主幹者よりお答えをいたします。健康福祉部長。お答えいたします。認定こども園における0歳児の受け入れができない要因と解消のための支援についてであります。0歳児の保育につきましては国により乳児3人に1人の保育士を配置するなど1、2歳児に比べ厳しい基準が設定されており、各保育所においては経験豊富な保育士が担当しております。本市の認定こども園3園は学校法人による運営で、乳児保育については未経験であったため安全面を考慮し、保育所部分については1、2歳児保育に限定してスタートしたものです。開園3年目を迎える平成25年度からは、これまで4月1日現在で1歳以上としてきた基準を満1歳になった時点での受け入れを可能としたところであります。今後は必要に応じ乳児保育に関する指導助言や研修の機会の提供などを行ってまいりたいと考えております。次に兄弟姉妹の分離保育の解消と財政的支援についてであります。これまでも兄弟姉妹の分離保育の解消策として次年度の保育所入所一斉受付時に定員届を受領し、保護者の負担軽減に
配慮した入所調整に努めてきたところであり、また人的配置などに関する財政的支援につきましても、児童の年齢及び人数に応じて適切に実施しているところであります。次に、子どもの予防接種の支援拡大についてであります。オタフク風邪ワクチンは、平成元年から約4年間、MMR ワクチンとして定期接種により実施されておりましたが、ワクチン接種後の副反応である無菌性髄膜炎が頻発したことから、任意接種になった経過にあります。しかしながら、オタフク風邪水痘ワクチンは、任意接種のため接種率が低いことから、疾病流行が抑制されず、感染により合併症の併発など、重症化するケースもあるため、平成24年5月23日付、国の予防接種制度見直しに係る提言においては、定期接種にすべき重要なワクチンとして位置づけられております。このような状況を踏まえ、予防接種費用のさらなる支援拡大は、疾病予防、子育て支援の観点からも有益かつ重要なものであると認識しており、現在国においては、公費助成に係る地方自治体の財政支援策や、安定的かつ継続的な財源の確保が急務としていることから、市としても引き続き国の動向を注視してまいります。以上でございます。佐野和江議員、はい、ありがとうございます。何点か再質問をさせていただきます。災害マップ作成の件なんですが、災害発生時における地域のマップ、あと、資機材備品等の備蓄品リストにつきましては、この防災計画に合わせて進めていくというふうなご答弁がされました。このことは、先月議会開催で行われました市民との意見交換会、その中でも、地区住民の方からこれは大変必要であるというふうな、生の声をいただいております。ですので、この25年度中に今作成中というふうに答弁をいただいたところですが、この備蓄品リスト、またあとその観光マップにも、避難ルートとか載せるというふうな答弁がございましたけれども、これにつきましても、この25年度中に策定されるということなのでしょうか。それについての質問、答弁をお願いいたします。また、より実践的な総合防災訓練なんですが、やはりこれは来年度の防災訓練に、検討したいというふうな答弁でございましたけれども、この来年というのはやっぱり夏ですよね。夏の夕方といっても、まだ日が明るくて、日中と変わらないのではないかなというふうに思っております。やはりこういったこの冬期間にやることで、夕方4時半くらいからもう暗くなってしまいます。その暗くなったときに何が必要なのか、また寒いときにはどんなものが、どのくらいやったらいいのかなども分かるのではないかというふうに考えます。やはりその時間帯を考えて取り行うということも大変有効ではないかというふうに思っています。関市におきましては、もうすでに3回の、訓練を行っております。やはり夕方、秋方ですね、10月末頃ですので、もう夕方ですと暗くなっています。そういったときに、そういったところ、時間帯でやることによって、さまざまなのが分かってくるというふうな利点もあるというふうにされておりますので、来年の夏の防災計画はまたそれで必要と思いますが、こういった冬期間、暗くなってからやるということも大変有効ではないかというふうに思っています。今、朝5時半でも暗いです。神戸の大震災は朝方の5時40何分だったと記憶しております。あの時も寝たところの大災害だったというふうになりましたので、そういったことも踏まえながら、いつ何時何が起こるかわからないということを考えながらも、やはりこの防災計画のあり方について、防災訓練のあり方については、
再度の答弁をいただきたいと思います。以上2点でお願いします。市民部長、防災訓練にかかりますご質問2点いただきました。まず1つはそのマップですとか備品のリストについては、いつ策定できるのかというお尋ねでございますけれども、これにつきましては議員お尋ねのとおり25年度中に今回の震災を踏まえたさまざまな経験を生かした防災計画を作る予定にしてございます。その中でしっかりとそういったものを作ってまいりたいと思いますが、今現在でも備品のリストについては策定してございます。マップについてはこれからということになりますが、マップにつきましてはすぐる議会でご承認をいただいた GIS の取り組みの一環として地理情報システムを活用したマップといったものの提供ができるように取り計らってまいりたいということで、25年度中の策定を目指してまいります。それから2つ目の訓練の在り方ということについてのお尋ねでございます。これまでどちらかというと防災の日の前後に訓練を行ってきた、しかもそれは日中、しかも午前中にというのが定番の形を取ってまいりましたが、実は内部でも今回の震災等々に鑑みますと、いろんな形があってもいいだろうというような話をしていた矢先でございました。まあ、そんなことを踏まえまして、実は来年につきましては夏場にやるかどうかといったことの検討も含めてですね、しかも夕下の時間、例えば夕下のご家庭で料理をお作りになってたり、仕事から戻ってこられた方がお風呂に入っておられたりというような時間帯に火災が発生した場合、あるいは地震が発生した場合、どんなような対応ができるのかといったことの検証というのも一つあってもよいのかなということで、これについても検討の総上に挙げてございます。ただ実施したいということになりますと、消防団あるいはさまざまな多くの関係団体の皆様のご協力を得なければできませんので、そういう皆さんとの相談もしながら決定をしてまいりたいと、このように考えてございます。佐野和恵議員。はい、計画につきましては、早急な対応をお願いしたいと思っております。そしてまた今ほど答弁のありました防災訓練のあり方ですが、今部長さんがおっしゃったように大変さまざまな想定というのは大事、答弁壇上でも申し上げましたが大変重要だと思っておりますので、ぜひとも実施に向けた取り組みになるようにしていただきたいと思っております。あと子育て支援についてなんですが、やはり先ほど先輩議員の質問に対しても答弁がございました。やはりこの子どもを預けていく中で、その環境を整えていくということは大変重要なものだと思っておりますので、ぜひともその環境整備に努めていただきたいと思っております。また、ワクチン接種につきましては、おたふくは、5000円、また水ぼうそうは7000円から8000円という大変、金額が多項ございます。それのためにどの家庭でも受けられるというものではございません。国の制度を中止するということなんですが、やはり国の制度 の改革を待っているのではなくて、市独自の補助があってもいいのではないかというふうに思っております。全額負担ということではありません。一歩でも進んだ取り組みになっていってほしいと思っておりますが、その子育て支援につながる取り組みにどのような考えがあるか答弁をいただいて終わります。健康福祉部長。2点ほどというふうにいただいたと思います。いずれもワクチン接種も子育て支援という観点からご質問いただいておりますので、まとめて答弁をさせていただきたいと思います。まず認定こども園のお正しいでございましたけれども、これは先ほど答弁させていただきましたように一部拡大はさせてもらった。で、今後の動向としてはやはり次年度から事業計画策定のためのニーズ調査入りますので、ここで整理をして定員についても検討することになるだろうというふうに考えてございます。それから保育所全体の定員で言えば次年度少し
定員拡大に向けて今調整を行っているところだという情報をご提供させていただきたいというふうに思います。それからワクチン接種の件でございますけれども、今議員から助成制度の拡大ということでございましたけれども、先ほど提言のことを私申し上げましたけれども、提言の中ではやはりその、公費助成の在り方についてだけではなくて、その予防接種法にこれらの疾病を載せるということがまず大事だ。で、小児学会の見解ではまず定期接種にしてくれ、そこから物事を進めてくれということがございます。これはやはり過去にあった健康被害、接種による被害の救済の部分で任意接種と定期接種は2倍ぐらいの差があるということでございまして、単に補助制度を設けただけで本当にいいのかということはまた別な議論にはなるかと思いますが、そのために国の動向をしっかり見据えた中で制度確立をしていかなければならないだろうということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。以上でございます。ここで暫時休憩いたします。再開を11時25分といたします。再開いたします。この際、伊藤邦議員から先ほどの一般質問中一部発言の訂正の申し出がありましたので、これを許可することにいたします。伊藤邦議員。私の団長の発言の中で保護率が 15.6% と申し上げましたが、 15.6 パーミリオンの間違いでしたので訂正をお願いいたします。以上の訂正内容でご了承願います。